ギャング資金、なんと4億円です。どうして？かわいいな。気はしないんや。ねえ、この野郎。リドルのみんな聞こえてるかーい。ふぅー。聞こえてるかーい。ふぅー。よいちゃん、元気かーい。さあ、このマイクに向かって。元気だよ。ふぅー。皆さん今日はお集まりくださりありがとうございます。みんなテンション上がってるかーい。なんでここに集まったかともらうと、よいちゃんと俺で集めました、ギャング資金。はい。その額なんと4億円です。嘘だろ。今日の朝、はい、警察官が少ない時間を狙い、安全かつ迅速に麻薬を大量に売り、4億円集めました。現ナマで4億集めました。すげえ。本当に薬物だけで、はい、4億。なのでギャング活動みんなでやりましょう。いっぱい失敗できます。やったー。捕まっても大丈夫です。いっぱい失敗しましょう。確かにいっぱい失敗しましょう。そう、なんぼでもいけるよ。なんぼでも武器買えるし、なんぼでも保釈金払える。いいよ、逃げようか逃げようか。オッケーオッケーオッケー。ナイスロケラン、マジで4人までいける今多分。誰これ。勝つ2台ある。なんだなんだ。警察警察。おいファンタ、これお前なんで一人やねんお前。あ、待って、ヘリもう一度来たわ。これ急か。これ警察署のみんなやっちまえ。どうやして。何しとんこれ。お前運ばれてるぞ今。うるせえ。なんだサイヤ人がよ、おめえよ。おめえ俺ら沼すぎてお互いリロードしてたじゃねえか。お疲れー。お疲れー。完全犯罪じゃん。集まって万歳しよう。はい、ほぜろ。万歳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 。次取ってくるわ。どんどん経験しに行こう。オッケー。頑張ってるな。まあ一旦指名手配か。スタさん、指名手配で終わる。あ、そうか、俺は指名手配か。うち取ってくる。オッケー、頑張れ、プチ14歳。どこ？初めてのお使いだな。8006や。8006ね。いけるか。いけるよ。この地面に置いた2つを。超簡単。誰にも誰にも、だった誰にも、誰にも、内緒でお出かけなのよ。これ帰りの方も BGM 流さ、証言ないでよ、ベイベー。バッカなんかにカメラ仕込んでこうかな。ラジコンカーでずーっと後ろついてこいよ。ラジコンカーやりたかったそれ。チルしとくか、ここでじゃあ。You have to wait this long to undress again 119. かわいいな。あ？なるほどね。かわいいな。これさ、次の飛行場、豪華客船がさ、なんでこんなに更新されんねん。ファンタさん、これファンタ？ちょっと文句言うわ電話で。おいごらっつって。はい。おいごれ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 い。裏垢 JK ってファンタ？うん。お前指名手配ちょっと遅すぎない？ちょっとやめてよ。俺2回入ってんだけど指名手配。間違って今追記してよ。骨がいいもん。この世界で追記したんか。追記したよ。なんでな、なんで JK が追記したの。なんでお前は、なんでお前はそんな連携が取れてねんだ、そっちで。大丈夫、いじめられてない警察署で。俺がギャングになるっつったらみんなに止められたもん。あ、そうな、じゃあ必要とされてるんだファンタは。全然なんかお前何しに来たんだろうって感じだったけどね。お前の行動が意味わかんないですけど、俺仲間だと思ったんだよ一瞬。わかんないでしょ。めっちゃ背中向けてたもん俺に。ちょっと撃つのちょっと戸惑ったもん。こんなやつ仲間にいたっけなっつって。お互い撃ち合う瞬間リロードするしさ、沼だよ俺ら。いつか捕まるならお前がいいな。じゃあな。何言ってんだ。定常。マジか。ボス。反撃はしないぜ。反撃はしないんや。ねえこの野郎。定常くせ。ウェイナイスイ。大川さん、俺らもうチームワークもできてるんすよ。残していいよ。さすがのチームワークやな。今ので身に染みたわ。見せつけてやったぜ。俺らいけるぞ。おー、なんだこれ。はマジで何そんなんあんの今。マリオカートやマジで。世界に1台しかないダコチテカーなんだけど。
おい、これエグいって。早い、100キロ出る。そうせえこれ。クソおもろいやん。走ってるだけでおもろいやん。だこっちで富士さん。ハンバーガーって何個食べれるの？ハリケーンは。まあでも3、4個じゃない？限界は。そこは3、4個なんだ。本当なのか ?3、4個。あ、でもその前にポテト2ナゲット15とか言ってるから。準備運動すごいなお前それ。すごいわ。体力なくなっちゃうよそんなので。絶対食っちゃうんだよねナゲットは、ハンバーガーの前に。アニって結構食う方？あんまり。なあ、アミ、こいつなんかよくわかんないけど減量するわつって。減量してたんだよ。俺が通話でダイエット中なのにもかかわらず俺がそそのかしてさピザ食おうぜつ一緒にピザ頼んで食ったんだよ。こいつピザ1枚食ったらね自然と俺涙が出てきたっつって泣いたんだよこいつ。待って、お前なんでバリのこといじめてんだよ。いじめてねえよおめえだよ。そんなことも知らないで何口出してんだよ。だってスタさんだって米の原理分かってなかったやん最近。出た米の原理、米って膨らむんだって。そうお米を炊くっていう声を知らなかったんだよスタさんは。後のガンしか食わなかったからこれ米膨らむの知らなくて。お前さパエリアの料理配信したんだって。俺 1.5 合分かんなくて米バーって言ってたら最終的に6合入れちゃってフライパンの中に。6合ってやばいぞスタさん。そう、しかもそれさその失敗を案件配信なんだよね。それその料理配信案件バカだよマジで。こんぐらいでいいからとか言いながら全部入っちゃったよとか言ってたもんね。パエリアうまくできたの？うまくできないよそれで。パンパンだろ。そうだよ、ね、パンパン。味しねえよな絶対。そうよ、米もビビるだろうな。俺は1合半がわからないよ。1合半ってなんだよ。とりあえず目分量でいこう。どうだ？多いか？いや、まだ少ないか。やばすぎ。やばすぎマジで。一合半がわかんねえ。もう全部入ったぞ。全部入ったけど、これ何個なのこれって。一合半ってなんだよ。すごいわ。全部行くのはすごいのよ。普通人間は全部行けると思わん。あそこで。